どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、皆さん、私今実家に来ております。長野県飯田市ってところですけれども、見てくださいこのロケーション。俺すごいよ。あれはね、ちょっと見えづらいんですけど、あそこら辺は天竜川がこう流れてるんですよね。これ稲田にと言われるところです、ね、公園にはいるんですけど、ね、田舎すぎて誰もいませんね。見てください、人が一人もいません、私以外。いやー、こんなとこで年を越してるんですけど、正月にね曲アップロードも考えたんですけど、なんとうちね、もうインターネット環境がないんですよ、実家にね。おじいちゃんとおばあちゃん住んでますから。でね、まあのんびりしようかなと思って、いろいろ今ね、動画編集ソフトのなんか本とか買ってきてね、なんか違うソフトでやってみよう、ファイナルカットプロってやつでやってみようと。難しいですね、ちょっと。まあいろいろ試しながらねやっていこうと思うんですけど、まあ僕映像技術が上達したいわけじゃないんで、 YouTube でどんどんみんなにね音楽が簡単にできるよっていうことをまたやっていきたいと思うんですけど、まあ一応最後の日です。今2018年12月31日ですから、皆さん言っときます、今年1年ありがとうございました。ありがとうございましたなんですけど、まあ私はですね、やっぱり今年1年の感謝もちろんお伝えしたいんですけど、また来年すげえことがまあいっぱいできるといいなと思ってるんですけど、まあそれより何が一番すごいかっていうのは、やっぱり音楽の楽しさをね諦めちゃってる人とか、そういう方にまたどんどんやってもらいたいと思ってますんで、もう弾けるようになった方、ガズレレ YouTube チャンネル弾けるようになったあなた、どんどん今年来年教え、今年も終わりだから来年いろんな人にその楽しさを教えてあげてください。はい、で上手くなっちゃうじゃないですか、みんなどんどん上手くなっちゃうんですよ、先生がいいから。はい、したらですね、もう勝手にどんどんいろんなこと調べて、本とか買って、他のいろんな先生習いたりとかして、そうやってどんどん広げていってくださいね。とにかく楽しいことやるのが一番だと思います。来年も、9月1日に、日比谷の野音でガズレレ決まってますからね。まあ本当にそこにみんなワイワイ集まってきてる。このガズの CD レッツゴーサイコ聞いて覚えてくださいね、曲を。はい、じゃあ来年のことはそらさらっと説明しておきます。1月17日は新宿のタワーレコードでガズレレインストアイベントです。皆さんウクレレ持って大集合、新宿店で19時ですね。はい、でその次、はい、今年一発目の大イベントは大阪から始まりますよ。大阪はね、花博記念ホールというすごいところで、花博記念ホールだ、すごいでしょ。そこで、1月19日やります。その翌日1月20日は名古屋の、なんだっけな、スーパードライ名古屋ですよ、朝日ビールの。はい、で連日やるんですけど、そこはねガズレレ歌もボリューム5の先行発売です。とうとう出ちゃいます。はい、お願いします。で2月に入りましてね、最新情報、2月の16日は初登場、広島行きます。広島初なんでどうなることやら、皆さんそっちのその方面の方、ぜひ皆さん遊び来てくださいね、楽しいですよ。あ、レッツゴー最高の曲も何曲かやると思うんで、まあチェックしておいてください。あ、レッツゴー最高のこと全部ここに入ってるリンク貼っておきますね。はい、で2月17日翌日は博多です。博多でガズレ、博多も行ったことないところなんで初登場です。よろしくお願いします。そんな感じで来年もいっぱい多分、ね、イベントとかね、楽しいこといっぱい考えてます。常に YouTube を上げまくりますんで、イベントのこと全部ここにまとめて貼っておきます、リンクをね。ご存知ない方もいるかもしれないんで一応お伝えしておきますと、私ですね、ほぼ毎日ブログ書いてるんですよ。ブログ、いいことばっか書いてますから、もしブログのこと知らないって方、ここにリンク貼っとくんでブログ見てくださいね。ほぼ毎日です。はい、お楽しみにしてください。こっちもね、本当で、いや毎日いい話書けるわって思いながら書いてるんですよ。お願いします。皆さんありがとうございます。 YouTube で出会ってくれた方も、リアルで会えた方も、来年楽しんでいきましょう。いよいよ年を、まあ2019年はね、平成から年号も変わるってことですし、新しい年にしていきます。皆さんどうもありがとうございました。さよなら、バイバイ。いや、そのガズレレホームページご覧になってください。リンクも貼っておきますよ。うん、じゃあね、よろしく、バイバイ、じゃん。